ずっと君のことを見ていたからこうして話ができて嬉しいよ私もですマルスこれからも隣にいてくださいねそして私に力を貸してくれると嬉しいです私は幼い頃お城の中にいる時間が長くて外に出た時は何もかもが新鮮に感じましたその気持ちわかります 私たちはどうやら少し似た境遇のようですね君のことは我が子のように大切に思っているこれからも共に戦い歩んでいこうその言葉心強いです共に戦うたびあなたと心が強くつながるのを感じますシグルダ一日も早く 平和な世界を取り戻すために私に力を貸してもらえませんかもちろんよ全力で手伝わせてもらうわスタールークさっきの戦い見事だったえー、そそれってあれですかもっと倒せという遠回しなプレッシャーですかリンさんはしなやかないい体をされてますわ 鍛錬すれば素晴らしい筋肉が手に入りますわよ剣や弓の鍛錬はしてるけど筋肉をつけるための鍛錬なかった発想だわちょっと興味あるかも